はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、立花生スノードロップです。さあ本日なんですが、ライカに立花ぶち込んだデッキご紹介していこうと思ってまして、ライカデッキ第何弾だろうな、第4弾ぐらいかな。ライカってね、マリコーベプラスまあコストからランク4が成立するんで、結構いろんなデッキと相性いいんですけど、ランク4でね、ストレナイってモンスターいてね、これ結構強いんですけど、こいつをですね、アロマセラフィージャスミンで、リリースして立花ムーブに入ったりとか、あと単純にそのジャスミンとリンク先のモンスター用意できればデッキからボタン出してくれるんで、ボタン出して立花ムーブに入るというかいうことができるんですよね。でしかもこのマリコーベって手札コストをぶん投げると特殊召喚が入るんで、これワンチャンなんですけど、召喚権使わないで展開できるんですよ。召喚権使わないで展開できると立花って何ができるかっていうと、絢爛からサボテンサーチしてきてサボテン出すってことできるんですよね。まあまあ勝つじゃないですか。この動きをね、ちょっと見せていきたいなと思います。これが一番強いから、植物毒デッキって何が強いかって、本当に。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。いやー、これ1-4-1か。手札楽だるって。これライカ入ってるとさ、展開に手札まあまあ使うんですけど、1-4-1使うとさらに手札使うから、こういう暴挙をしないといけなくなるんですよね。こういう暴挙をしなきゃいけなくなるところがマジで弱いです。はい、それ以外は強いです。展開をね、増殖する G を相手のターンに打つことよりも展開を通して勝つことの方が大事だから、つまりこれはライカの姫ジャーの目を持ってくればいいって話ね。これ OK、 これドローも入るのが、まあ、言うてね、まあ、弱くはないです。これ普通にエンドフェーズに展開取ればですけど、ライカの姫ジャーの目ちゃんの効果によってドローをね加速していくという、まあそういう話で、増殖するしあるんで、鎧トカゲを出しに行ってよくて、このちなみにチェーンに乗らない特殊召喚になってますんで、ライカモンスターたちが全員基本的にはなんで、あれです。G を打つタイミングが意外と難しいというところがあります。ライカ入ってるで、ヤハツカミキリさん出しに行きまして、で髪切り虫特殊で、2体で武者ドクロ出していく。いや、もうライカもライトロードも擦り続けられて、今回の診断はめちゃくちゃいい診断だな。ま、前の診断さ、なんか粛清のパックのやつ、あれさ、拡張性能ちょっとなさすぎてさ、マジでさ、あれだったんだよね、デッキ作る、ネタを作る、動画のネタを作るのめっちゃ大変でさ、だったんだけど、まあ、今回はそんなことないので、結構拡張性があって、出張性能が高いというかね、直不足いるから回収していいか。なんで、これめちゃくちゃいいデッキだなとは思っています。はい。で、回収、白姫の効果使っちゃったからあれか。これマリコーベの方がいいか。で、まあ、武者ドクロの効果発動しまして、髪切り虫出して OK で、こっからジャスミンを、展開しに行くという話ですね。よいしょ。でジャスミンの効果発動、ストレナイさんをリリースすることによってデッキから、ローンファイアブロッサムを出していく。で、リリースされたストレナイの効果を発動で、ハイペルを出しに行って、で素材を追加、そして、ローンファイブロスサムの効果を発動し、もうやってることはなんかあんまりあれだけどな、今までの立花とそこまで変わんない感じはあるんだけど、まあ、立花生ボタンの効果発動して、結局こっからはねこういう動きになるからあんまり変わらないみたいな話あるよ。ほんで、一旦リンク3を出しに行きまして、さらに、トラップカードを構えに行きます。立花は結構破壊とかのギミックは多分今までなかったと思うんですけど、立花ギミック使ってると、まあ一応モンスター効果無効とかなんか相手のモンスターリリースとかあるんだけど、破壊するギミック、まあ後ろに触るギミックなんで、基本的には魔法トラップカードを破壊とかはなかったと思うんで、これをねライカでできるようになってるのはまあ普通に強化かなと思いますね。はい。で立花コンコも発動し、効果を発動して魔法カードを吸収。これでモンスター効果と、魔法カードをどっちも止められる、まあ、アルティメットハイペルトンが、まあ、どっちもというか、まあ、どっちかしかない、あ無理なんだけど、一旦2回だから
どっちかを止められるハイペルトンが爆弾したという話ですね。で皆さんこれお気づきかもしれませんが、まだ僕召喚剣使ってないんですね。実はお気づきかと分かりませんが、召喚剣を使ってないっていうことはどういうことかっていうと、プリムを持ってきつつ、サボークローザーを持ってきてでプリムを盤面に出力しながら、まあこれどこでもいいんだけど、なんと出さなくてもいいね。はい、こんにちは。はい、こんにちは。対戦よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。で2枚ドローします。でそのデルサバイよろしくお願いします。これやばいでしょ、これ普通にサボークローザー系なんだよマジで。ミラーソードライト、なるほど。ミラーソードライト、キマイラか、なるほど。まだ幻想魔族強化来てないけどな、ちょっとお前黙れ。首狩り前の効果、相手のミラーソードライト爆破、サボークローザーは絶対に破壊させない。サボークローザー親衛隊、はい、対戦ありました。このサボテンやっぱあかんって、マジでやってること植物リンクと一緒なんだよ。なんかなんかいろいろこねくり回してサボテン召喚してるだけだからさ、そんな同じみたいな話あるよね。運命の旅人、はい、アラメシアのギー、なるほど。あ、これアラメシアのギーじゃ、間違えない、運命の旅人引いちゃってるの弱いね。はい、どうぞ。まあでもそれで一応コストになるか。はい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 、勇者入ってる、なんだこれ、幻影か。勇者ギミック今入れられるだけそんなにたくさんねえからな。召喚剣使ってやっぱりね、基本的には展開することが多いんで、そんなにはない気がするけど。ドラゴバック、はい、何勇者なんだろうな。はい、グリフォンリングライダー出てきた。ちょっとニビル刺さるかな、これ。グリフォンライダーに無限包囲をぶち込んでニビル打つっていう最強のムーブできるんで、ニビルチェーン無限包囲ができるんで、まあ、結構強いかなっていう感じ。あれ、わからない、何これ。勇者ビート勇者ビートですかこれは。ちょっとグリフォンライダーくん、ちょっと黙ってもらっていい、一回一旦黙って。あー、オッケー、グリフォンライダー戻る、まあ、戻るのはいいわ、戻るのは OK です。で、まあ、とりあえずライカルオラン黒い崎を発動、ライカルオラン黒い崎の効果、絶対に言いたくなるカードランキングで、絶対にそのフルで名前を読みたくなるカードランキング堂々第一。もう2ビリいらないよこれ、2ビリなんかしてる暇ねえだろこれ。はい、でマリコーベちゃんの効果発動します。で墓地送って特殊召喚させてもろて、でマリコーベの効果発動、カードを2枚サーチしたい、カードを2枚サーチしたい。うわー、うぜー、この裏はまあまあ痛いです。ちなみになんかまだあんな、なんだろう、無限保養かな、ちょっとマジ勘弁してほしいわ。とりあえずローンファイアブロッサム召喚するけど、なんかある、ローンファなんかあるけど、うわー誘発めっちゃ投げられてる、きちー、なるほど。絢爛、これどうすればいいんだろう、こんな誘発打ったことねえからわからねえ。絢爛発動していいんですけど、これ絢爛とりあえず発動しますか、モンスターリリースしましょう。さあ、持ってきたいんだけど、なんかある、オッケー。で白姫と間違えた、お前なんで左側にいるんだよ、おサボって、お前なんで左側にいるんだよ、やばい、ちょっと間違えた、ちょっと待ってちょ間違えた、どうしよう、やばい、なんか意味わかんないモンスターサーチしちゃった。ガチでサボクローザーちょっともう出せない、召喚剣ちょっとあれなんだよな、使ってもうたから出せないんだよな、これマジでピオネするしかないか、ちょっと待ってくれ、これどうしたらいいんだ、わからねえ、やばいやばいやばい、なんかサボテン、サボテン持ってきて意味わかんないこと起きてるって、やばい、助けてくれ、ちょっと武者ドクロ行くか、武者ドクロ行って蘇生して無限包容、ちょっと頼むマジで無限包容ってくれ、もうさすがにもうサボークローザーやぞ、手札さすがにサボークローザー手札やから、これ無限包容打ちとくやろ、これお相手し、あ、オッケー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 、了解。こっからですね、つまり僕はスポーアがいるので、スポーアで頑張ることは一応できる。スポーは出すでしょ、これガチでやばいこと起きてるな、これマジで世界終わってるプレミしたけど、こっからもうね、いやピオネでじゃギャンブルするのもありなの、これ
ピオネギャンブリングはありなんだけど、まあ、ちょっと一応安定的にいくわ。手札1枚でしょ。これまあ一応神主出して、で神主の効果起動してトラップカード持ってきて、ちょっとマジでこんなはずではこんなはずではなかったんですけどね、こんなはずではなかったんですけども、これするしかないですね。はい、で、こうしまして、でセットしてエンドするしかないか。戦闘赤対戦だよな、あれ。戦闘赤対戦だし、バウンスあるから、あれ、ドローフェイズで爆破しちゃっていけなくて、ドローフェイ爆破したらまあ一応なんとかなるか。クリフォンライダーは持ってこれないから、まあ、ドローフェイで爆破したらなんとかなると思うね。はい、エンドフェイズで、勇者爆破するちょマジでちょサボテン、マジでちょっと役に立たねえ今で。ここ破壊するでしょ。でこれで一応手札1枚でなんとかディールだとかさ、相手はちょマジで頼む、耐えてくれ、持ってくれ俺の心臓。はいはい、どうぞ。これはまあこれでアラムシアグリフォンライダーとか言われたらちょっと詰んじゃうんだけど、あ、詰めやしないか、殴れないか。そしたら聖典の水使い墓地送る、で聖典の水使い効果発動で勇者が出てくる。いやまあそれは別にいいでしょう。2000打点で2600から殴れないから、まあそれはよくて、2000打点じゃねえか、3000でないかだ。相手のなんか植物毒とか以外の打点が300下がるから、まあ言うてこれ2900出さないと。よし来た、あぶれ、なんかサボテンサーチしてなんか地獄起きたけど、なんか耐えてるかもしれん、死ねんぞこれは。ライカ両乱狂い咲きの効果を発動、ライカ両乱狂い咲きによってバカが残しといてよかった。バカがその裏のと、その増殖する G は通らねえぜ。うわっ、よし、あとは殺すだけ。マリコーベ出して、打点の作り方を皆さんにお見せしていきましょう。ライカのマリコーベの効果を発動。これ今回多分ライあのリッカ全く絡まないけどいい、リッカ全く絡まないけど、ヤハズ神切りですね。でもサボテンとかいらないんで、サボテンとかいもさいらないんで、これサボテンっていうだからぶん投げまして、でヤハズ神切りさん出していきます。でもサボテン戻して特殊、おい、で鎧トカゲを墓地から除外して特殊、はい、ほんで一旦リンクに出していく。リンク値はねめちゃくちゃ稼げるんで、ライカとりあえず展開できれば墓地から蘇ってきたりもするし、で神切り虫の効果によって特殊、武者ドクロの効果によってさらに特殊。見てくださいよ、このなんかありえん展開力すごいでしょ。まあ、リンクはちなみに墓地から蘇ってくる効果ありますんで、まあ、あのリンクスワンにしちゃっても全然問題ないです。モンスターいればリンク5に出すでしょ。ほんでまあ、リンク酸素性させて、はい、でこんにちはって言って、でさらに2蘇生して、でこんにちはって言って出てきて、これなんかインチキ臭いよねこの動きこの動きまあまあインチキ臭くない。でリンクさん出して、はい、ありがとうございましたちょっと若干インチキ臭い、あーなんもね、くっそ、ちょ初動きすぎるんだよな。一応ある程度誘発入ってると思うんですけどね。ソーラーエクスチェンジだと何やべえ、ちょっと待ってくれ。そのデッキは誘発がなかったら絶対に詰むと言われて、まあ、誘発があっても詰むと言われてるけどマジでこのデッキ G 通してあれなんだよな、誘発を死ぬほど当て続けるしかないんだよなマジで。手札1枚捨てられるんですか。なるほど、じゃあまあ適当にヒットヒロかなんか墓直とか、はい、モスマンの効果、モスマン入ってるのいいね。モスマン結構強いよね、レベル4だし、手札捨てられるし効果で、で捨てられても強いしね、モスマンはランク4とかできるしシンクロもできるし、まあ、モスマンはとても強いという話はあります。ライトロードギミック、うわこれ強いなこれ、やばい、ちょっと宇宙が巻き起こってる、ね、このセレーネ入ってるしルミナス入ってるってことは、これあれがループ型とか
ループ型、違えよ、なんだこれ。バレルガールドラゴン来た。リバースリユースをコピーする。なるほど。は悪魔の偵察者。ちょ、わからんわからんわからん。ヌードラ。え、何をしてるの君は。何、何、やばいこれこれ、あ、俺のモンスターじゃないですよ、それそれ僕のモンスターじゃないです。いや、それ僕のモンスターじゃないんですよ。ジャックポットセブンさん、ジャックポットセブンさん、これ、いや違うんですよ、悪魔の偵察者、僕が出したモンスターじゃないですって。これ相手の効果じゃないじゃん、嘘おい天才かよ、おい、なんだこの天才デッキ、どうなってんだこれ。